おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、321ですね、シャープ。はい、今回ご紹介するのはですね、かなり久しぶりになるんじゃないかなと思われる固定フィギュアですね。こちらの方をご紹介したいと思います。はい、それがこちらです。はい、じゃーんと。はい、アイドルマスターシンデレラガールズより、双葉アンズですね。昔、かなり昔だと思いますけど、フィグマの方ではご紹介しました。で、今回それがまあある意味固定で出ましたということで、そちらをご紹介です。こちらちょっと発売からしばらく時間が経っております。まあこの前の段階で、14回にわたってダブルシリーズをやったので、まあそれでちょっと押されたって感じですかね。はい、一応パッケージと言いますかはこんな感じ。はい、こうで裏側面ウサギですね。そして正面またでトップとリアですね。はい、では早速開けていきたいと思います。レッツオープン。はい、一応箱から開けたのがこの形ですね、となっております。一応ここの部分が空気抜きみたいな風に穴開いてますね。で、一応多分四隅と言いますか端の方がこうテープで止まってますね。あとバコッと外しておっと上げると出てきますね。はい、ではちょっとビニール外してちょっと並べたいと思います。はい、一応出したのがこの形となります。なんだろうね、なんかベースが光り輝いているように見えますけど、多分これ光の反射です。はい、一応こちらですね、キャンディーアイランドかな、確かこれ確かこのアンズと2人、この後に出る2人かなと組んでるユニットの名前だったはずですね。はい、で一応こちら本体ですね。で、ここの溝とこのベースの突起を合わせるように、まあ、取り付けてあげると。そうすればこうちゃんと字も見えてセッティングできると。で、働いたら負けと書いております。一応ぐるり回すとこんな感じですね。で、確かショップ限定かなんかで表情パーツが違う顔がついてくるんじゃなかったかな。じゃあ取れるのかな。あ、なんか前髪、あ、取れますね。はい、私のは通常販売のやつを買ったので、交換用の表情みたいなそういうのは特にありません。一応こんな感じです。で、髪の毛の先端とかこういうところですねは非常に細かくで、今軽く握ったら刺さりました、一体っすっていうぐらい鋭く細かくできてますね。特に髪の毛のところもだるいような感じもないですね。で、アイプリント、目の部分のズレもないですし、非常に綺麗に、この辺のシワって言いますか、こちらの方もあのグラデーションかかってたりしてますね。ちょっとこの辺がちょっと引っ掛けて破損させるような感じがするんで、ちょっと危険かなと。このぬいぐるみと言いますか、こちらの方も押しつぶされた、シワって言いますか、こういうのも非常に細かく入ってていいんじゃないでしょうか。で、思ったのがですね、ちっちゃいと思ったよりちっちゃかったですね、これ。では比較対象さん、はい、じゃがじゃん。はい、一応こちらこの状態でだいたい14センチとなっております。なので14センチ未満、しかもベース込みで、だからベースで入れちゃうとほぼ同じぐらいですね。だから全長だいたい14センチぐらい、非常にちょっとちっちゃいですね。はい、さよなら。一応こんな感じです。固定フィギュア久しぶりだな。はい、こんな感じとなっております。テレビ放送はもうちょいしたら終わっちゃうのかな？はい、一応こんな感じで、あんちゃんご紹介終了させていただきたいと思います。一応こちら、結構サイズちっちゃいので、まあちょっと飾っておくにはスペースも取らないし、非常にいい感じじゃないかなと思っております。では、こちら下げまして、一応前回の動画の最後の方にも言いました。一応こちらです。はい、今回ご紹介する、SICW のフォームはこちらです。
はい、ということでこちらヒートジョーカーです。これもある意味スタンダードな姿ですね。まあ組み替えは過去のやつを参照していただければと思います。特に背中の方もマントといいますかマフラーも特になし、使用武器もなし、なので非常にシンプルでまとまってますね。これにエフェクトパーツをつけてあげるとより面白い感じになると思います。はい、こんな感じで紹介していきますね。はい、ではこちら戻ってきて、はい、一応今回、固定フィギュアの方の蓋はアンズですねの方をご紹介していきました。次回も、アイマスシンデレラガールズの方の今までにないんじゃねえかな、私が今まで、続けてきた商品の中で一番箱がでかいかもしれないです。はい、というものをご紹介したいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。